何をしているのでしょう。刑には死を送り涙をもらう。諦めたくない。あの人本当はどこかの殿様なんじゃ。おみくじですか。運任せは嫌いですよ。焦る。殺し以上の快楽、きっと私にはつかめません。天海様、具合が悪いなら帰ろうよ。おや、金吾さんに案じられてしまうとは。巻き添えは嫌だし、離れてみてよっと。名も知れぬ街道に、名も知れぬ一人の子、彼を満足させるためだ。 K は死んでくれたまえ。いただくよ。そう、私から会いに行けばいいだけのこと。何を奪い、何を得ようと。そうたやすくは見つかるまい。散策と行こうか。私と結ばない金、契約の金はここにある。断ろう。その目は我らを評価しない目だ。金よ響け、我らは誇り高き最下数。お前はこの後我らの強さを知るだろう。小鳥は静かに身を隠す。お前はどうだ。蔑むことをためらうのか。愚の骨頂だ。あざけるべきは己が未熟だ。
でもないが焦る数と能率の敗北認めるわけにはいかない。我らの我らによる我らのためのこの歌命がいらないなら触れるといい。仁義はこれきりにしておきたまえ。焦る偽らぬ善か。見たまえ。あるならば見てみたいものだ。どうした。我らは一騎打ちには付き合わない。刑には死を送り涙をもらおう。金子など強化を図る物差しでしかない。絶対を進めよう。さて私の手間が省けて助かる。虚しい。目をそらさないでくれないか。ああすまないな。まるで聞いてもいなかった。見たまえ。刑には死を送り涙を。生き延びたければ我らと感化を交えぬことだ。いただくよ。我らは赤に染まり空の青は変わらない。近寄るな。離れるのだ。さて琵琶法師もこぞって歌に従うだろうな。焦る嬉しいがね。これ以上南極我らは乗り越えてきた。兵の源を平らとしてみよう。何戯れだ。こんなものか。火薬の量が足りないかね。わがままなことだ。撤退するぞ。我らの任務は果たした。行くぞ。愛家の名を世に知らしめろ。